なにハッピーバースデードライトありがとうなにこれすげーあ、来た。なんだなんだ。お、あ、似たようなものがあるけど。お、まずこれ、テスト4ブロック。で、ダークオークボタン。ボタンがあったら、次に、クローンコマンドで、まあ、これをやると。で、セットブロック、エア、エアで、デストロイ。壊すと。はいはい。タイトル、アットエ、ハッピーバースデートゥーユー。で最後にタイトル@A サブタイトルでプレゼンテーション by ラビエあったっけあったかな今回のドライトコマンドはこういう仕掛けがありました。最初に書かれていたこのコマンドは全く関係ありません。実はここのテスト4ブロックが関係ありました。ドライトコマンドと書いてあったコマンドの上に置かれたダークオークのボタン、テスト4ブロックのコマンドブロックでダークオークのボタンを検知していました。そしてこの Q という数値が鍵となります。この Q はですね、地面に置いたボタンの押した状態を検知するというコマンドです。つまりボタンを押したらコンパレーターに動力が行き、次のコマンドを実行するというコマンドになります。そしてクローンコマンドで目の前にドライト像を出現させ、セットブロックのエアでドライトコマンドのブロックを消して手元にアイテムが手に入るようにします。そしてタイトルを表示するという、実は意外とシンプルなコマンドでした。これがドライトコマンドの正体でした。ということでラビエさんから誕生日の品をもらいました。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。